Fight for your freedom!はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました。プロレスリングフリーダムズの堀越アズレ FM 番組ファイトフォーユアフリーダムズでございます。はい、本日も MC は私杉浦マン。そして皆様、本日のゲストは3年ぶりぐらいの登場、こちら、はい、マンモス佐々木です。よろしくお願いします。はい、やっと呼んでくれたね。僕に代わってからはね、もう1年ぐらい経ちますけど、避けられてんのかなと思って。そんなことないですよ。もう私にとってのあの、はい、あの激闘の日々を繰り返した。そうですね、杉ちゃんに2016年から2017年にかけて、ね、我々は KFC タッグチャンピオンでございましたね。それ嘘ついてる面やね。本当ですね。はい、ああ、というわけで本日は、はい、あの伝説のタッグチーム、うん、マンモスギボンバーズでお送りさせていただきます。おお、いいっすね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ついにマンモスさんも、うん、来週の後楽園ホールで、ね、ついに復活というわけで、はい、はい、今日はそのあたりをね、はい、皆様に何でも聞いてください。もうほんまにたくさん質問も、お、そうです、質問から応援メッセージからね、ああ、募集しておりますので、もう何でもいいっすよ。もう住所も紹介します。住所はちょっとやめておきましょうか、うん、平田の住所だったら僕教えれるんで。契約 の、はい、の携帯会社 AU です。私はソフトバンクですね。あ、はい、敵会社ですね。敵会社でしたね。じゃあ失礼いたしました。ここは合わせたかったね。平田さんドコモですかね。はい、私はドコモです。なんだお前そんなとこ行ってんの。天の声なんで。はい、あ、そうなんだ。はい、何してんの。すいません。というわけで、いや、今日もよろしくお願いします。あ、もちろんぞ。はい、というわけでですね、いろいろと言わなきゃいけないこといっぱいあるんで、うん、先に言っといていいですか。言って言って。はい、こちらのお部屋はですね、うん、コロナウイルス感染予防対策を徹底しておりまして、はい、我々の間には、はい、こちらアクリルボードもございます、はい、これが噂の、これが噂の、はい、プラバンじゃないの。プラバンじゃ、アクリルですね。これガンダムとか改造するやつじゃないの。これ切り取って、いろいろ角とか生やしたりしないです。あ、やろうかな。はい、気になったら持って帰ってください。うん、あずりさんに金払ってくるんで。いいですか。はい、はい、というわけで換気も徹底しておりますので、はい、皆様本日の放送も安心してご視聴ください。はい、お願いします。はい、そしてこの放送は生放送でお送りしております。はい、え、生放送なんですよ。今この感じそのまま皆様に今届いてますからね。そうなんですか。はい、なので皆様からのご質問や応援メッセージをツイッターにて募集しております。はい、お願いいたします。はい、ツイッターにてアットアズパン FM、 こちらですね、アット AZPNFM を添えてツイートしてください。はい、素敵なコメントは、番組内でご紹介させていただきますというところで、はい、早速コメントが届いたそうです。はい、お、ユミさんから、はい、マンモスさん、杉浦さん、こんばんは。こんばんは。マンモスさんのお顔を見れて大変嬉しいです。お帰りなさい。ありがとうございます。復戦も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。もう体調もね万全なんで、はい、もう前で以前のね、はい、3割増して動き回りますよ。3割前動画知ってる。わかんない。知らんの。埼玉県民しか知らんの。知らんの。ちょっとはい、埼玉住んでちょっと先輩にちょっと聞いてください。あいつ、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 決勝ってるやつ。そうです、あの先輩に。あれダメだよ。はい、あの覆面先輩に。酔っ払いだよ。はい、というわけで本日も生放送でお送りしておりますので、はい、皆様ご質問応援メッセージお待ちしております。はい、はい、その他にも、この番組のツイッターアカウントを杉浦が勝手に作ったりしていますので、皆様フォローをよろしくお願いします。現在フォロワー数134人。フォローしました。フォローありがとうございます。もっと皆さんフォローしてください。フォローしてツイートしながら、平さん、はい、はい、この感じをまた写真撮って、はい、マンモスギボンバーズ悔しい、杉浦さんは俺のパートナーだ、悔しいってつぶやいて、はい、投稿しといて。あ、最多防衛数やで、杉、はい、ちゃんとは。僕ら11回だから、ね、はい、これこのアカウントで、このアカウントは僕と平田で回してますんで、はい、告知は大体僕で、番組内に浮かしてるのは平田になるんで。今なんかパッて誰かいいねしたね。どっちでした。ああ、ありがとうございます。なんか、はいはい、なんかおざなりに、ほらほら、なんか量産的な感じでたくさんやってくれてますね。何をしてるんですか。スタッフさん、ありがとうございます。ね、はい、そこの、キノコみたいな、ね、ありがとうございます。お世話になってますんで、はい、キノピオみたいな。踏みたくない。ちょ
ちょっとあの行き過ぎです。あ、そう。ちょっと言うことない。すみません。すみません。これまだキノコ食べてないんです。明日うちの娘がですね、うん、リズム体操発表会っていうのがあって、リトミック、いや違います、俺行くよ、あとで俺も一緒に踊るよ、はい、うん、踊ってますね、うん、はい、それでキノコの歌をっていうのがあって、うん、それを踊るのをちょっと今言うと思うんですよ、マジで、じゃあキノコちょっと連れて帰って、キノピオさん、じゃあちょっと一回踏んでさ踏んで叩いてフラワー出して最高ですね、はい、マリオカードとかに賛成してもらいたいですね、ねえ、はい、いいね、マリオカート誰使うタイプの？マリオカート、でも僕マリオカートキノピオ使ってました。あ、そうなの、はい、俺あのゴリラやね、ドンキーコングジュニアです、ね、でもマムさんスーパーファミコンですよね、あ、そうそうそう、僕64なんですよ、進化してるね、進化してる、64のキノピオは軽量型だったんで、うん、めっちゃ速いんですよ、あ、ちょっとわからないですちょっと このアクリルボードにちょっと世代の差がありましたねおい、そんなん言うなよお前それ辛いわ、お前、失礼いたしました、はい、進めてくださいね、進めてください、はい、はい、というわけで、はい、告知、はい、はい、イープリントサービス、お、はい、現在我々プロレスリングフリーダムズは全国の、すごい、はい、うん、コンビニエンスストアにて、うん、はい、イープリントサービスという素敵なね、はい、お写真が手に入るサービスを展開しております、はい、はい、すごいプリントだ、はい、コンビニのですねマルチコピー機を使っていただきまして、はい、イープリントサービスからフリーダムズを選択していただきますと、はいはい、フリーダムズのビッグマッチのリングサイド写真やスペシャルなお写真が手に入る素敵なサービスでございます、そんなもの、はい、写真は L 半サイズは200円、そして 2L 半サイズは400円となっておりまして、最新弾は10月2日の後楽園ホール大会ですかね、現在の最新弾は、はい、最新すぎるね、フリーダムズ対GCW の対抗戦、ね、おー、すごかったね、はい、すごかったです、あの激闘を、はい、ぜひ写真を購入していただき皆様に思い出していただきたいと素晴らしいですね、はい、そしてね、はい、この写真を、ね、グッズ即売会とか最近やってるんですけど、うんうん、そういうので持ってきていただくと、うん、こちらの写真には選手のサインが入るとですね、無料で、無料で、無料でですか、無料ですけど写真は200円しますんで最初にね、そう、200円400円でお選手のかっこいい写真だから、うん、あれですよ、リングサイド写真なんで、うん、こうやっぱ客席から撮るとやっぱロープが入っちゃうじゃないですか、うんうん、ロープないんですよ、あ、本当やね、はい、こんなんが200円で200円で買えますんで、買えますか、普通普通は買えません、ね、はい、これは我々プロレスリングフリーダムズだからこそ、そうでしょ、はい、だって昔さ、はい、エロ本買うのにさ、はい、あの自販機あったの知ってる？本当あれですよね、そうそう、農家の小屋みたいなとこさ、うん、ああいうとこ行くとさ、はい、こうお金入れて、はい、で押すんだよ、欲しいやつ、はい、そしたら静かに出てきてほしいのプーって言うんだよもうその瞬間ちょっと一回逃げるんだよねそんなもんないわけじゃん、今はそこに逃げられますね、素晴らしいね、素晴らしい、あれこれエロ本の話だったっけ、エロ本なんですよ、中学校お前エロ本ちゃうやろお前、中学校の時におっぱいが満たすぎて、うん、なんとかしてプレイボーイを買おうと思ってたんですよ、うんうん、だからいつも僕あの、うん、表出すとやっぱグラビアのお姉ちゃん乗ってて、うん、思春期だから恥ずかしいんで、うん、裏表紙を見せて、うん、必ずガムと一緒に買ってましたからね、つらいな、でそれ買ってるのが友達にバレてめちゃくちゃいじられてたんですよ、すぐも苦労したね、苦労してました、本当プレイボーイというあだ名つけられたんで、お疲れ様です、そんな男が今や最強タッグチャンピオン、そうです、でもそのプレイボーイに乗ってた筋肉マン2世を読んで僕はプロレスにハマったんで、筋肉マン2世なんですよ、2005年ガゼルマンとか好きやったの、ガゼルマンよりもセイウチンでしたね、セイウチン、セイウチンなんですよ、ええやん、今日トークポートのセイウチンみたいいますね、あ、セイウチンいたね、セイウチンはでもいた、はい、コメントが、コメントが、おお、ありがとうございます。なんですの、はい、サバ味噌ちゃんさんから、はい、ありがとうございます。マンモスさん、杉浦さん、こんばんは。こんばんは。マンモスさんの復帰を心待ちにしていました。ありがとうございます。大暴れ期待しております。はい、杉浦さんのカンペが PC にランクアップしています。あ、これはですね、今日は本当はパソコンで、いつもはパソコンで作ってきて、で家でプリントアウトしてきて持ってくるんですけど、はいはい、これ今日本当に子供がたこ焼き食べたいって言ってて、うん、たこ焼き、はい、で家で焼いててちょっと資料作ってくる、ほんまにたこ焼き好きだねそうなんですよ、愛知県民なんですけどね、はい、愛知県出身なんですけど、ね、超たこ焼き食べてる、めちゃくちゃたこ焼き好きなんですよ、で子供にそれがもう映っちゃったんで、うん、今日たこ焼きっつって、今日の分は
今日の具はタコと青さ、はい、と紅生姜、はい、子供にはチーズ入れました、はい、喜んでた喜んでました。ああそれは幸せですね。あす、あ最高やね、はい、マンボさんは、コーンとウィンナーですね貧乏飯じゃないありがとうございます。いいです ね、うん、はい、家庭が出ますからね。そうやね、うんうんうん、はい、というわけで、今日はパソコンでお送りしておりますので、およ、はい、よろしくお願いいたします。僕まだ来てます、はい、まず、はいはい、宇治原野良介さんから、おおございます。マンボス佐々木さん、お久しぶりです。お久しぶりです。大阪大会待っています。はい、今後のフリーダムズが楽しみです。ありがとうございます。もう野田さんのねイラストにはもういつも癒されてますから、定評があります。この感じのイラストも描いてほしいですね、うん、お、はい、変なんじゃない。よし、これ描いてもらいましょう、はい、瞬間の今の今のこの感じ、お、どんどん届きますね、コメント、うん、ありがとうございます。何でも答えますよ、もう何でも、はい、はい、続きまして小野久志さんから。小野さん、小野さん、毎度マンモスさん、杉浦さん、こんばんは。こんばんは。マンモスさんに質問です。はい、どうぞ。現 KFC タッグチャンピオンのソウルミートに挑戦するなら、うん、パートナーはやはりカピーさんですか。そうですね。カピオもいいんですけど、もうほんまに取りにかかないとちょっとね、イニシエのかつての団体の先輩を連れてきて、ちょっとあなた方の腰からベルトを引っ張らしてやろうかなみたいな。もしかしてミスター岩之助さんですか。そうそうそう、あのね、ミスターが酒飲み あの競馬教のねあいつ綺麗なことばっかり言ってるけど嘘ばっかりだからね。西江の団体というのは今日チョコボール向井さんのところに行ってたんですよね。そうやね、そうやね、ちょっと聞いてくれる、はい、その話していい。してどうぞ、はい、してください、ぜひ。いや、行ったら、はい、チョコさん今日と明日の幡ヶ谷にあるチョコボールファミリーっていうお店があるんですけど、はい、今日と明日が5周年の記念イベントで、はい、ちょっとなんかま毎年知ってんだけど、はい、と言ったらなんと村西徹監督が全裸監督になって、で、あ、ちょっと挨拶しようって言って、はじめまして、マンモス佐々木です、よろしくお願いしますと、そしたらナイスですねやってくれるんですか一緒に撮りましょう、ナイスですね。で、写真を撮るときに放送用語なんとかって言うんですよ。もう本当に本当に放送用語なんですけど、もう言ったらダメですよのようなことを言うんですけど、はい、いやいや、その赤な赤なキノピオとそこもはい、あのコンビは言うてるけど、はい、それダメでしょ、ダメでしょ、いや言うたらあかんっつって、はい、後ほどツイッターに書いてるんですよ。それ言うんですけど、言うねんけど、はい、で、ありがとうございましたと、そしたらもう次井上京子さんが来るわけよ、はい、みんなもう久しぶりにさ、京子さんお疲れ様でございますと、俺トーカさん、あんたって言われるの、痩せたんじゃないのあんた、これ以上痩せたらダメやわ、いろいろ帰る時にもう久しぶりにもう借りてきた猫状態になってさもう通りまで出てちょっとタクシー止めてさ、トーカさんもさ、お話しましたからまたおいでねっつって、はい、あんたこれ以上痩せたらダメだよ、パッて日本銀行最高紙幣をさ、カーやっぱ昔のレスラーはかっこいいね。俺もそれでね、明日パチンコ行きますよ結局全部使っちゃうんですよ、その思いをあの人らなんで喜んでんの。プロレス好きなんでしょうね、やっぱね、昔もね、さ、夢あるね、違いますね、その辺ので、私はまだ100キロあるからねってめっちゃ言われた、はい、3、4回言われたで、ちょっと、クガセ見たいですねちょっと、あ、じゃあ俺、京子さん連れてきて、はい、ソウルミートに挑戦するわ。ソウルミート、はい、そう、平田智也対井上京子さんのタックル合戦を見たいですけどね。こいつなんか飛ばされそうな気がしますね、なんか強いぞ。いや、飛ばされますかね。あの当時の人らにバンバン勝ったかな、うん、やられちゃいますかね。いや、お前はやってくれるよ。例えば、あの、ジャドーさんにクロスフィック食らってファックだっつったよね。お、コメントが届いております。おお、はい、コメント、はい、マサさんから、お、マンモスさん、お帰りなさい。ありがとうございます。杉浦さんが最近、はい、ポンポンを販売しておりますが、はい、マンモスさんも自作のプラモや模型などを販売したりしないですか。そうだね、そう、なんかね、そのポンポンね、杉ちゃん、僕のポンポン作ってくれへんねいや、マンモさんはですね、特徴ないやろ。いや、いけます、いけます、
今髪型だってあれ髪型どうなってます？もうハゲてるよこれ、ね。あのハゲ団体じゃないんで大丈夫です。これハゲじゃない。大丈夫です。はい。作りますよもちろん。次は言わないでくださいよ。そうか。用意してるんですから今。ごめんな。いやでもあの俺もあのあのじゃあもう手作りのあの。手形とかを言う手形平手があの押したやつをこうやってこうやってあの取ってくるお前はなんでそこにいるの天の声なんであそうなんだ、はい、俺平田にさ、はい、ちょっと悩みがある言ってもいい、はい、ずっとあいつに俺無視されてんねんあこれでもですね、うん、全員なんですよ全然話しかけてくれへんな僕もあの業務連絡以外でこいつから話しかけられたこと一回もないですからね、うん、ほんで俺あんまり話しかけてくれへんから、はい一回ちょっと会場行ってちょっと、ねはい、お前今日ノルマがちょっと俺に今日中に3回話しかけてくれって言って、はい、そしたらで、はい、考えてあげくこいつ何て言ったか知ってる、はい、あ、お前さん今日何で来たんですかっていや車で来たけどってそう足の話しだしてさそれぐらいやで話しかけてなんかいい話があったら、うん、いやちょっと聞いてくださいよって来るじゃないですか一個もないですからねすぎなんかめっちゃ来るやんじゃあ聞いてくださいよってこの音あったんすよって本当に車とか乗ってたもんじゃなくて、うん、ずっと待つ見てるだけでも無視されてんだ俺辛いね凱旋工業しよう徳島でやっちゃいますね徳島の、はい、なあやりますか二馬郡半田町大会そうだ、ね、あのなんかさ、はいでっかいカラオケ大会のさ垂れ幕みたいなさ、はい、あの祝凱旋日当たともやみたいなさ宣伝カー回しましょう筆で書いてさ俺あの部屋行って行司さんに書いてもらうよ頼んで相撲字で、うん、祝日当たともやみたいなやろうよやるときじゃ書いてください、はい、やるときじゃやるんだよお前、スーパー丸中の丸中、はいこいつんちのあれ近所スーパーそれしかないらしいで丸中っていうそれご当地スーパーですか、うん、なあ真ん中がはいお刺身美味しいんでしょお刺身美味しいです、はい、何の話しようそうめん作りやがったお前じゃあ丸中と郵便局しかないもんなお前そうですねはい、うん、ちょっと田舎なもんでそうさんはいよそろそろ本題に入ってあはいあごめんノブさん、はい、ちょっと楽しくなりすぎですね、うん、現在8分オーバーでございますあ、これも面白いんだよこれすごいでしょはい、というわけで、はい、まず、はい本日のですね、うん、第1テーマから参りましょうかはい、はい、はい、まずはですね、11月9日に、もう万年になっちゃうね何回神々や11月9日に、新規模ファーストリングで開催されました、KFC ジュニア初代、トーナメントの振り返りをしていきたいと思います、うん、はい、まずですね、トーナメント左からですね、はい、第1試合が、青木又太郎対劣化で1回戦が行われまして、こちらは青木又太郎が6分10秒太郎クラッチで劣化から勝利いたしました、そして1回戦第2試合は、カムイ対伊藤優作、はい、こちらはカムイ選手が、6分46秒リオマンテからの体固めで伊藤優作から勝利、この試合はですね、僕と正岡さん優作のセコンド入ってたんですよ、やっぱちょっと原点が一緒なんで、カムさん強かったですね。あいつはやるときやるから、ね。やるときはやりますよ。はい。優作もちょっと頑張りましょう、ね。なんかベロベロのおじさんみたいな。強かったです。はい。そして1回戦第3試合が正岡純 vs バラモン K。はい、こちらは正岡純が7分48秒アンビションズからの襟固めでバラモン K 勝利。はい。そして1回戦第4試合は。KFC ジュニア初代トーナメント1回戦、うん、ドラゴンリブレ VS 伊坂怜央これねびっくりしたねこの試合の結果はなんと8分48秒、うん、公認吉田に見て、うん、ドラゴンリブレが勝利だね、まあ、1回戦は、青木又太郎、カムイ、正岡潤、ドラゴンリブレが進出をいたしました、はい、そして続いて、2回戦の前にですね第5試合、関係ない人間たちの試合がありましてそんな言い方あんの、はいこれ8人タッグがありましたね、はい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 、8人タッグで葛西、潤、正岡大輔、武田真嗣、山下里奈 VS ブリューパーカー、ビオレント、ジャック、桜田俊之、徳光復帰、うん、はい、来週11月16日の後楽園大会で、武田真嗣対ブリューパーカーの KOC さんが決定しております、はい、こちらも白熱しておりました、はい、そしてこの試合後にはなんと山下里奈が、はい、私は GCW のビッグブスや
練習の後楽園で GCW から仲間を連れてくるんやつちょマネーこれマネーです、はい、大阪なので、ほう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 、連れてくるんや相手は笠井純正子大輔あ足とやれっつって、うん、いうことでまた新たな火花が散っておりました、うん、面白かったね、これ面白かったですね、はい、という素敵な8人タッグでございました、うん、はい、そしてもう一つですね、トーナメント関係ない試合、お、はい、杉浦徹、平田智也、佐々木隆史対高岩達人源太郎、なんで笑ったん藤田稔、なんで笑ってんの、そうちょっとクレームが入りましたね、誰からよ足はそんな話していないってちょっとクレームが入りましたご本人からご本人から、はい、ちょっとクレームが入りましたね、一回謝罪しとく、謝罪後です、すいませんでした、めっちゃアップされるんだこれこれひどいですよこの写真、藤田さんが高岩さんの頭掴んでるみたいな写真なんですよ、本当だ、はい、でまあこちらの試合はですね、なんと、うんうん、私杉浦徹が、はいはい、高岩達人からすごいね、スイフトドライバーで勝利をいたしました、これはね大きな自信につながりましたね、またそれってもう杉からしたら、はい、あれなの、当たり前な感じの、いやーでもすね、なんかそのむちゃくちゃ狙ってなんていうの、焦点をしてこの人から勝利取るみたいな感じの、それとも、はい、もっとこう自然に取れた感じ、でもちょっと高山さんとマッチアップになった時にちょっと意識をしました、やっぱり、あ、取ったろみたいな、はい、すごいな、はい、でまあちょっと追い込まれもしたんですけど、ここで私をナイスアシストした男がいるんですよ、そんな男は、それがあの平田という男なんですよ、高山さんが僕に望月パワーボムを狙ったところですね、はい、なんと後ろから組みつき、あの俺を無視する平田智也が、はい、なんと高岩さんをジャーマンで投げ捨てるとですね、そんなことしたん、好アシストを見せてくれ、最終的に私は高岩さんからの勝利につながったという、素晴らしい、はい、一人で戦っていたらどうなっていたか分かんない、これもやっぱ絆ですね、でもそういうとこがやっぱタッグのあれやね、なんか自然に流れるんだよね、そうですね、別になんかこうなったらこうしてくれって別に試合前話してたわけでもないですし、昔さ、はい、スギちゃんとタッグやってる時にさ、はい、あの高岩さんとさ、はい、大谷さんからさ必死で勝利をもぎ取ったやん、肩を痛めながら、なあ杉が、なんか懐かしいね、懐かしいですね、あれも5年6年前ですからね、あ杉が本当顔歪めながら必死に勝利を、それからね何年も経ってこうやってまた高岩さんがね、あ肩脱臼してたんですよ、あの試合で、病院にすぐ行こうと思ったんですけど、これ本当僕唯一マモスさんにちょっと未だに許せないことなんですけど、付き添いを力選手つけたんですよね、力くん、そう、力くん今手空いてる、次の付き添い言ってくれっつって肩こうなりながら、マジかって思ったな、あれ俺言ったから撤収とかもあってな、そうでしたね、力さ本当に30分タクシー止めれなくて本当に僕力さん付き添いで後楽園ホールの本当1階のところでめっちゃ来るタクシー通ってるのに止めれなくて、で僕肩もうどうにもなんないからこうなってる状態で痛すぎて、こちらの肩が落ちると嫌だったんで、でこう言いながら反対車線にタクシーが止まったんで赤信号で、力さん今止まってるからすぐ止めてっつってパーって止めたから、パーってなんそれは素通りするよな、乗車拒否するよな、はい、すいませんっていう、ごめん、俺言ったらよかったな、いや、ほんと、すいません、ほんと、遅い、唯一ですね、ちょ、一回謝るわ、すぐに、ごめんね、すいません、今日初めて生産できました、それが、はい、その係を、はい、平田がね、そうですね、はい、なんで平田に何かあった時は俺に任せろと、はい、まあ、お願いします、前が足首いろいろあった時もすぐ手配したから、はい、俺もそうですね、手配していただきました、はい、ちょっと平田もあったね、ちょいちょい静岡のね、ありましたね、静岡もありましたし、まさに血吹いてもらいました、いや俺のことですよ、脱落してるんですよ、ありがとうございます、あなた方の荷物片付けしたんですね、お世話になっております、うせえ、すんの無理この顔出たまで師匠ですからね、私も、うん、本当に私のプロレスの強さという面を教えてくれたのはやっぱマンモスさん、いやそんなことない、
勝手に強くなってる。あなた、あなた。ないですよ、背中で見せてくださったんで。ピロピロみたいなやつ、いつ使うのこれ。これですか、うん、これは分かんないですね。僕もこれ一回も使ったことないんで何か正解したぞ今。いやまあそんな試合でございました。あれジュニアのトーナメントが言わんでええのまだ続いてるんですよでも俺、はい、あれごめん、俺の感想言わしてもらったら、はい、リブレやね、はい、1回戦の、はい、あらバチッときたね。来た、あれどう見てて、スギちゃんもどう。いや、嬉しかったですし、うん、まあ、まあ、もう言っていいですかね、うんうん、この2日間ですね、前2日間、マジ特訓したんですよ。あ、スギが僕と平田さん。それでか。はい、マジ特訓しました。あ、なんか顔色ちゃったね。はい、その、まあ、トーナメントで当たるであろう選手の対策は、うん、全部やってきて、リブレは。はい、でも、リブレあれじゃない。はい。1回分だけだったんじゃん、まだ力が出せない。そうなんですよね。なんで次の試合言っていいですか。でもそれで勝てたらよかったね。はい、うん、はい、次は準決勝はですね、おいよ、カムイ VS 青木又郎でございまして、はい、俺もね、こちらは12分59秒、うんうんうん、イオマンテからの片襟固めで、うん、カムイさんが勝利と。なあ、はい、まあ、これはね、強かったですね、やっぱカムイさん。あいつ勝つとこは抑えるんだよな。なんか勝ち方知ってるっていうかさ、はい、なんでちょっとマタロウもやっぱ変化球的なプロレスするんで、うん、そこをうまくちょっとカムイさんがやっぱキャリアで押し切った感じかなっていう試合でしたね。これまあこれちょっとまあセコンドに入らずにちょっと僕も遠目で見てたんですけど、うん、あいつはでも強さの原因、源みたいなの知ってる。何ですか。あいつに飲んでるエナジードリンクみたいなの知ってる。わかんないですね。あ、そう、聞いたことないみたいなさ、はい、ミラクルボディ V っていうさもうサンガリアが出してる。サンガリア。聞いたことないやろ。いやでもそれで、ね、奇跡の体を手に入れて勝利をしたってわけですよ。V ですよ。69円ぐらいでやったの。それ飲んだら味めっちゃ強なんで。多分次の子楽園は多分ミラクルボディ V 飲んでくるんだ。ミラクルボディ、まあ、カムイさんこれで決勝進出したわけですからね。色真っ黄色や。蛍光の着色料満載じゃないですか。めちゃくちゃやばい。大丈夫、平田がワンカートンがプレゼントしますんで。やばい、アメリカのバイクみたいな色してる。もうさ、はい、次よろしいですか。あえてごめんね、ごめんね。はい、はいはい、次の試合はですね、うんうん、KUC 初代王者決定トーナメント10決戦。はい、毎度、はい、こちらはドラゴンリブレバーサス正岡潤の試合でございまして、こちらの試合は正岡潤が17分6秒アンビションズからの、片指固めでドラゴンリブレから勝利を出しました。対策はねめちゃくちゃ練ったんですよ、正岡に対して。アンビションズっていうのがこうなんか相手の腕を取った状態での、ヘッドロックドライバーみたいな。ヘッドロックしたまんま、うん、腕を取ってヘッドロックしたまんま相手を叩きつけるっていうわけなんですけど、うん、その対策も結構練ってきたんですけど、一個すごい光る切り返し見せてくれてるっていうのは、これ来たかって思ったんですけど、やっぱ、うん、正岡潤はさらにその上に来ましたね。俺ジュニアじゃないけど、あの男は色気がすごい。色気はすごいですね。いや僕もね、見ててわかるわ。結構古くから知ってるんですよ、正岡君って。もうデビューしたての頃から彼は大阪のローカルでやって、僕も名古屋でローカルでやってて、なんかローカル選手が集まってスキルアップしようという大会があったんですよ、K-WESTっていう。ああ、そうじゃないそう、本当にデビューして、だから僕が19とかで正岡が18ぐらいの頃から、うん、知ってて。あ、1個違いの。1個違い、年も、はい、でキャリアも6日しか違わないんですよ、はい、で本当にもうお互いに若手の頃からしてて、でちょっと間が空いちゃってたんで、お互いに多分お互いのことを知らない状態で、はいはい、久々に今再会したんで、だからもう全然違う、あの頃のイメージしかなかったんで、本当に別人。別人、ミドルキックされて半泣きになってたんで、あ、昔の正岡君って。はい、じゃあとんでもなく大化け。練習したんだろうね。いや本当大化けですもん。だからちょっと怖いですね。なんで、決勝であれやろ、はい、カムイこいつやろ。カムイ、カムイ、うん、なんか下に見たらあかんやろ。そうですね、まあでもお互いこの1回戦と準決勝同じ技で勝ってるんですよ、うん、カムイさんはイオマンでリバースボリューでしょ、で正岡君はアンビションで勝ってるんで、お互いに多分この自信を持った必殺技を持ってるんで、うんうん、まあ、そこをどっちが上回るかっていうのが決勝の鍵になるんじゃないかなと私は思っております。
次は後楽園やんな。後楽園ですね。じゃあそのままちょっと後楽園のカードを見ていきますか。はいはい、はい、というわけでいよいよ来週ですね、うんうんうん、もう今日が11日なんであと5日後に迫りました。そうなの。もう5日後でございます。あなたの復帰戦、はい、5日後です。6日後にしてくれませんか。無理です、ね、6日後はちょっと厳しいですね。わかりました。ちょっとわかりました。はい、じゃあ11月16日わ、はい、かりました。はい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 、すみません、はい、11月16日の後楽園ホール大会全対戦カードも発表となりました。はい、おはい、こちらのカードをついに発表となりました。なのでこちらのカードを見ていきましょう。はい、はい、まず1つ目ですね。はい、タッグマッチ、はい、香取孝弘復帰戦、はい、源太郎高岩田寿司と高岩田寿司と何て言った、今何て言った、楽しくなっちゃってですね、一回勝ったらボロボロボロに勝つの人もなので、はい、改めまして源太郎高岩達人 VS、はいはい、藤田実、はい、香取孝弘、うん、はい、香取孝弘も、復帰戦でございます。はい、香取君はあばらの方をちょっと負傷してまして、なんだ7月ぐらいから欠場してましたよね。オールマートぐらいだったね。3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいのフリーダム復帰戦、10月の30日に、自分の所属団体のイーグルプロレスで復帰戦自体は、行っているんですけども、はい、フリーダムズの復帰戦は11月16日となります。はい、どうですか、ファンボさんから見てこのカードを。あいつヤバない、カトリカトリ、あの会見のあれ見た、会見やばいな。平田くん、はい、カトリ会見なんて言ってた。はい、お久しぶりです、来週の後楽園ホール大会でフリーダムズ復帰させてもらいます。ジュニアトーナメントは直接出ることはできませんでしたが、ベルトはちゃんと狙っているんで、マンモさんも帰ってきたんでタッグも狙いながら試合をしたいと思います。生意気だな。とりあえずジュニアがクソつまんない試合してるんで、自分がかき乱したいと思います。これ言った瞬間に、うん、カリスマの目がグッて開いたんですよ。来たね、はい、俺も聞いててね、はい、休んで休み明けにこれだけのことぶち上げるやつって、はい、なかなかやで、ね、うん、本当に本当に自信があるのかハッタリなのかっていうのはこの試合見て、そうそう、はい、休んでる時ってもう不安しかないの、うん、もう俺ももうあのお箸でこう大豆を掴んでこっちへやるのをずっと半年間やってたから、はい、修行僧みたいなことやってたんですか。嘘やけどねいやもうでもこのなカピオは前のカピオとちゃうな、はい、なんかちょっと雰囲気違いましたね。俺は思った、はい、これはちゃうで、はい、こいつはほんまに 300% 増しぐらいで変わったね。ちょっと気になりますね、うん、何が違うかって分かる、はい、何ですか。最後これやらんかった。ああ俺やろもらっちゃうんですか全員ね、うん、あほんまに変わったな、ね、こいつなんかちょっと自信があるな。まあ、でもその変わったというところはこのやっぱジュニアレジェンド軍源太郎、相手は高岩達人源太郎ですからね。ここで何か見せれた方がいいね。そうですね、あいつは、はい、ってことは これさ普通に言うけど相手、はい、源ちゃんの高岩さんって普通にベルト取れるような人やからね、はい、そうですからね、うん、まあ、この2人はあえてトーナメントにエントリーしなかった人間たちなんで、うん、やっぱそれをサポートしてるのが藤田さん、はい、これもまた勝って知ったらあると思う。それをなんぼで藤田さんっていうのは相手パートナーをどんどんコントロールする、はい、でどんどん力つける人だから、これは本当に分からんね、面白い。じゃあ次に伝わるんじゃないですかね、はい、香取君、うん、皆さん楽しみにしていますんで、うん、一発目からかましちゃってください、ね、脇毛剃ってる、脇毛剃ってますね、うん、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして6人タッグマッチ、また豪華、はい、ドラゴンリブレ伊坂レオレッカ VS、青木真太郎伊藤理作バラモン K ウィズバラモンシュー、はい、こちらは、9日に行われたジュニアトーナメントの、決勝まで残れなかった敗退メンバーの6人タッグとなっておりますが、うん、敗退したというところで落ち込んだ人間はそこまで、なあ、はい、ここから誰が這い上がってくるかというところですね。これも次期挑戦者みたいな感じの、勝ったら俺が挑戦したみたいな感じちゃうのこれ。でもそれでも見たいですよね、そういうのも、はい、まあ、リブレに関してもやっぱね、正岡君に行かれてて、マタロウもカムイさんに行かれてて、はい、どっちが勝ってもちょっとやっぱリベンジをしたいメンバーもいますしね、
もなんかこうリーウェイ頑張ってほしいっていうのはやっぱ気持ち的にあるけどね、所属としては。いやでも本当準決勝本当すごい試合したんですよこいつ。あ、はい、あそうだね、期待してます。所属としてはやっぱ、うん、所属の人間を応援してますんでね、一生懸命練習してるしね、はい、頑張ってもらいましょう。はい、では真央さん、はい、ついに、うん、本日の本題と言っても過言ではないカードをやってまいりました、はい、そうなんだ、はい、マンモス佐々木復帰戦、はい、ハードコア白人白人タグマッチ、白人100人タグマッチ、白人ってなんか白い人ってこと？どう白人タックマッチ、失礼いたしました、はい、ちょっとたこ焼きでね舌やけどしちゃってんですよ、うん、そからの白人白人タグマッチです。ちょっと誰が白いか決めるタグマちゃん、ちょっと下広い今日左側に避けてるんで、はい、分かりました、失礼いたしました。はい、マンモー佐々木復帰戦、はい、ハードコア8人タッグマッチ、うん、マンモー佐々木、佐々木隆、杉浦徹、平田智也 VS、うん、ERE ビオレントジャック、佐久田俊之、ドブネズミ復帰、最上Q、うん、はい、マンモーさん改めまして、はい、復帰いよいよ5日目と5日後ということで、もうおめでとうございます。本当にもうじゃ ありがとうやねんけど、本当にこんなに豪華なメンバーでなんかこう組んでもらって我々は待っておりました。マンモスさんのことを、いや本当欠場に入られたのが今年の 5月あたりです、ね、怖いね、怖いね、で半年ぶりの復帰戦ということで、いかがですか、このちょっと半年間の心境、うんうん、というものはいかがでしたか。だからもう毎日大豆を掴んでやってないんですよね。82万回やりました。82万回、じゃあもう、まあ、もう差し6本買いましたもん。強靭な肉体だけでなく、ね、メンタルも鍛えられたということにより生え飛んでたらパッと捕まえられる宮本武蔵ですね。そうやで、はい、宮本優子ちゃうで、宮本優子ちゃうんですか、うんうん、今日はじゃあちょっとこの試合は時間に遅れてやってきたやつで、ね、これ俺でもね、はい、あれなんだよね、ドブネズミ復帰も、はい、モガミ Q も初めて、はい、あ、そうか、そうですね、ドブネズミ復帰っていうのは前いなかったもんね。そうですね、うん、まあ、初めて。モガミでもモガミ面白そうだね。そうですね、これチンピラなんで、なあ、あのちょっとほんとマンモスさんに生意気な態度を取ってもらって、うん、マジでボコボコされてほしいんですよね。いやでも杉とのマッチアップがすっげえ面白かったよ。あ、本当ですか。あ、そう、あ、1回5月にシングルやってますね。なあ、あれ面白かったよね、はい、でもなんかこのメンバーにいたらもう俺ずっともうこうなっててても、もう終わるんで、終わるんで、いや、すぐ出てください。最後土俵入りだけ、あの弓取りしてください。弓取りして、明日、あの、明後日からね、あの場所も開催されます。刈谷大会で、行ってたね、はい、え、相撲バー、相撲バー行きました。杉さんとうまそうなもん食ってたね。まず、大会前日に行きまして、大会翌日にも行きましたね。いや、俺ね、はい、ちょっとあの、はい、あの俺の目線からしたらあそこのちゃんこやばいね。いや超むちゃくちゃうまいね。ちゃくちゃうまい。あ、なんだあんなうまいの。いや、もうやっぱ修行の賜物じゃないですか。そう、はい、いや、ぜひ、次回愛知県大会を終了後行きましょう。じゃあね、行きたい行きたい、ね、はい、皆さんもぜひ、あの杉浦マン超応援相撲、ちゃんこ屋さんの愛知県、 あれ分からへんかったんちゃう、はい、今くしゃくしゃになりましたね。、はい、愛知県は知多郡竹豊町です ね、あのデンジャー松永さんの出身地でもあります。そうそう。あ、松永さんね。そうなんですよ。愛知県知多郡竹豊町にですね、うんうんうん、杉浦マン超応援店の相撲バーというですね、ね、はい、ちゃんこ屋さんがございますので、ゆびさん、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。お願いします。改めて意気込みの方を。あ、そうか、最終的の意気込みを。あ、そうですね、はい、そうそう、復帰戦とかね、もう、そうね、なんかこういろんなこと考えて今まで来ましたけど、はい、もうここで爆発させるしかないと思ってるんで、その爆発させるだけのパートナーの燃焼力がすごいんで、はい、安心して爆発しますね。もうこれ、杉ちゃん、これ、はい、あのあれやね、マンモスギソウルミートバキュンズみたいな感じだね。そうですね、ね、ソウルミートノっていうチームなんで、僕らは3人だとソウルミートノなんで、マンモスギソウルミートノ、はい、マンモスギソウルミートノですね、はい、この8人は、うん、はい、8人じゃ4人ですね。すごい食いしばってるね、お父さんの写真。すごいな。ちょっと王さん、完全復活をぜひ、あ、はい、試合で見せてください。はい、すぎちゃん、はい、期待、パートナー期待します。やっちゃいましょう。あれ、あれ、何ヶ月ぶりですか。もう年ぶりぐらいじゃないですか。やっちゃいましょう。あ、待ってます、はい、僕らもしっかりマンモスさんと一緒に戦って、うん、
復帰戦を勝利に導きたいと思いますので、力を合わせて頑張りましょう。はい、一生懸命頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、来ました。お、はい、キングオブフリーダムワールドジュニアヘビーウェイトチャンピオンシップ初代王者決定戦、カムイ VS 正岡潤。はい、先ほどの、振り返りました新木場大会で決勝に進出したこの2名のシングルマッチとなっております。うん、これ改めてこうやって画像を見ると緊迫感がすごいね。なんかどっちもなんていうのかな、ベルトに据えたような、ね、はい、素晴らしいね。気合いみなぎってますからね。次の予想どっちですか？僕はでもやっぱカムイさんに勝ってもらいたい。はい、ダムズもね、はい、やっぱ所属選手ですし、所属がやっぱあの初代王者にならないと僕はダメだと思ってるんで、その牙城をね、はい、さあ、あーじゃあ危ない、はい、危ない、ケイムイさんがね、ケイムイさんに、はい、頑張ってもらいたいですね。はい、頑張ってください。二人ともちょっと関西出身者で、うん、やっぱ関西、でもあいつ関西出身者だけど全然おもろいないで、それは言わないでください。すぎ100倍おもろいかな。愛知県も最近面白いですからね。次行きましょう。次行きますか。はい、はい、じゃあ初代王者頑張ってください。はい、続きましてフリーダムズ VS GCW 日米対抗戦、ヘルインサイド&アウトサイドヘル四面楚歌デスマッチ、葛西潤正岡大輔 VS 山下里奈 GCW の相棒。はい、これ、はい、ヒントをさ、はい、侍さんが聞いてて、はい、でその時にあのアメリカ人、はい、男性やん、はい、そりゃそうやな。ただでもさ、はい、ほんまにこの世界でトップを張るデスマッチファイター2人、はい、マサと葛西潤、はいね、はい、これを十分に刺激を与える男って言ったら誰なの？GCW は来日経験のある選手なのか、うん、はたまたまだ見ぬ強豪なのか読まれへんね、全く。だから山下はですね、うんうん、あいつはちょっといろいろ裏工作が上手なんですよ。あ、そうなん、はい、お、そういうやつなんで、だからその、まあ、GCW の本当のボスのブレッドって言われるんですけど、うん、はいはいはい、それとちょっとどううまくちょっと作戦を立ててるかっていうのが、ドイツを送り込んでくるかっていうのが、でもなんかもうその後も厄介だよな、誰が来るかとかさ、はい、どんな話で厄介なんじゃないですか。ひらちゃん、はい、どう思う？いや全く読めないですけど、俺のでも予想は、はい、ショーン・マイケルズかな。それ来たらもうみんなそっちついちゃいますよ。ゲンさんとか多分失禁しますからね。俺もゲンさんびしょ濡れになってますよ多分。 GCW ちゃうやんけそれ。そうですね、まあ、マモさんがこの着てる T シャツにヒントがあるのかないのかってところですよね。ただこの T シャツ俺いないからね、着てるけど、まだちょっとお休みされておりましたんで申し訳ございません。あれや、俺準高専やから。いやちゃんとあれですよ、正ですよ、正です。あ、そう、はい、正高専員ですよちゃんと。でも宣伝してますから買ってください。まあでもね、本当にこれ多分世界が注目する一戦なんで、これは、はい、葛西正岡対山下里奈自身だ。すごいな、なんか誰が来てもなんかむちゃくちゃな熱量が来るやろうね。だから本当日本のデスマッチファンだけじゃなくて、あ、見に来な、そうっすね。俺も行くわ、見に行くわ。あの、マモさんは試合入ってるんで間違いなく来てくださいね。申し訳ございません、はい、間違いなく来てください、うんうん、はい、まあ、本当に日本だけでなくアメリカを飛ばしてさらに世界が注目するデスマッチの一戦になると思うんで、はい、こちらを皆様ご期待くださいませ。はい、そしてメインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、うん、デスマッチフォーライフレックレスウォー蛍光灯プラスガラスプラスアルファデスマッチ、第16代王者ドリューパーカー VS 挑戦者武田雅史、うん、第16代王者ドリューパーカー2度目の防衛戦、うん、はい、ドリューパーカー武田雅史、はい、ドリューパーカーっていうのが、うん、ちょうどマンモスさんがまだでもお休みされてる時に、うん、ERE にやってきた人間なんですけども、でもその前からドリューはちょっと交流があったりとかさ、はい、されたりしてたけど、はい、俺か、今までのこのなんていうのかな、このうちのチャンピオンシップのシングルで、ね、はい、一番読めないカードかな、ですね、まあ、の短期間で今年の5月には、うん、まあ、BJW の
デスマッチ取って、うん、それ返上して、うん、今度はアメリカ行って GCW のトーナメントで優勝して、うん、そんで8月には正岡デスが破って、うん、KFC のシングルを取ってということで、うん、この短期間でマジデスマッチ制覇してるんですよ、うん、世界の。そんぐらい急成長というかグッと伸びてきたデスマッチファイターなんで、竹谷んちゅうのはさ、はい、ただそのもうデスマッチも何しろバカみたいな強さあるやん。いやそうですね、はい、この男中のは、はい、リミッター解除されてますからね。そうやね、はい、しやけどドリュー中のはまた違った、うん、あれがあるじゃない。頭のなんかそうですね、また違うネジの部分、そこが怖いね、うん、だからもう本当恐れ知らずの2人みたいな、うん、これは読まれへんね。ただこの先にこの2人がどっちか防衛したとして、はい、防衛したで新タイトル取ったとして、その先にやっぱりビッグチャンプの杉との試合なんだよね。どうよ、はい、やりたいですよ、もちろん。今俺担いだからちょっと2000円ぐらい上手。2000円ありがとうございます。4500円お渡しします。5000円ください。いやでもほんまにこの試合は生で見な損すんな。いやそうですね、はい、これはすごいな。 こちらももう世界から注目されている。ドリューででもなんかどんどんなんか変わってない。いやだからその短期間で一気にまたグッていってまたグッていって、こんなやつはあんまおらんよな。そうですね、まあ、年齢もまだ24歳なんですよ。いやそうか、めちゃくちゃ若いんですよ、はい、ただでもそれをもうしのぐらい竹谷は強いからな。ほんまに強い。デスマッチファイターの強さという面ではやっぱほんまに強い。グーも出てますね。何やっても強いよ。それはもう MMA マッチで2分残されてるんで、あれいつ1分50秒でした。つらかったね。つらかった。あれ本当泣きましたもん、向こうで。俺も残された気持ちよ。あれからでもやっぱ安藤さんに鍛えられて私強いでしたね。スギちゃんもプロレスだけやった方がいいよと、ね、ああプロレスは強くなってきてるんで、ね、じゃあ最後に一回あのコロナ対策についてのあのカンペみたいに読んどくあれ、はい、もう間もなくなんで大丈夫ですかね。あほん、ま、はい、というわけで後楽園大会は以上全6試合となっております。これはすごいね、はい、大会の詳細を、うん、またお伝えしていきたいと思います。はい、11月16日水曜日後楽園ホール大会、会場は18時開始は18時45分となっております。うん、はい、チケットの方は、最前列スーパーシート完売、特別リングサイドは6500円で当日7000円、はい、リングサイドは5500円の当日6000円、うん、指定席は4500円の当日5000円となっております。うん、はい、チケット取り扱いはフリーダムズ公式予約フォーム、チケットピア後楽園ホール5階事務所となっております。うんうん、はい、改めて対戦カード読み上げていきます。はい、試合が香取隆弘復帰戦、源太郎高岩達人 VS 香取隆弘藤田実、うん、第2試合ドラダムズジュニア6人タグマッチ、ドラゴンリブレ伊坂レオレッカー VS 青木真太郎伊藤優作バロン K、うん、ウィズバロン周、マンモ佐々木復帰戦、ハードコア8人タグマッチ、マンモ佐々木佐々木隆史杉浦徹平田智也 VS ビオレントジャック桜俊之ジョブネズミ復帰モガル Q、 アイキングオブフリーダムワールドジュニアヘビーウェイトチャンピオンシップ初代王者決定戦、カムイ VS 正岡潤、フリーダムズ対 GCW 日米対抗戦、ヘルインサイド&アウトサイドヘル四面楚歌デスマッチ、葛西潤正岡大輔 VS 山下里奈 GCW の相棒、はい、そしてメインイベントはキングオブフリーダムワールドチャンピオンシップデスマッチ4ライフレックレスウォー、蛍光灯プラスガラスプラスアルファデスマッチ、ドリューパーカー VS 池田正史、以上全部試合となっております。はい、あと5日でございますので、皆様、我々は後楽園ホールでお待ちしております。ね、この世紀の一戦をぜひあなたのその目に焼き付け、ハートに刻んでください。おお、よろしくお願いいたします。というわけで、マモさん、はい、本日の放送残り1分となりました。ありがとうございます。はい、というわけで、この大会に向けての意気込み、そして、はい、今日のご視聴の皆様へのメッセージを最後にお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、前売り券を買われた方が500円安いんで、はい、バーガー1個食えるぐらいの感じなんでね。皆さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。復帰戦は、うん、皆さんの、ね、うん、ソウルミート、はい、ソウルミートのソウルミートの囲まれて、はい、ガンガン暴れて、おー、大暴れしてみんなでね、はい、暴れまくりましょう。暴れまくりましょう。はい、勝ってね、平田君、はい、勝ってマンモスさんに復帰のお祝いを俺たちで捧げるんですよ。はい、やりましょう。お前の熱い興味語ってやれ。はい、はい、マンモスさんに、はい、もう勝利を
捧げるように頑張ります。同じこと言うな。はい、なんて言ってますか。ラムシャに勝利をやります。ずっと無視されてる、無視されてますからね。はい、というわけで皆様、今週もありがとうございました。11月16日後楽園ホールでお会いしましょう。それではまた。